皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室。本日撮影収録日は2024年10月6日日曜日になります。今日の分の配信はですね、10月9日水曜日21時30分を予定しております。よろしくお願い申し上げます。 え今日はですね、奇襲の鈍犯事件、えー、ということで今回第6回目をお話しさせていただきます。1回から5回まで概要欄の方にですね、URL 貼っておきますので、関心のある方はぜひ1回から5回の方も見ていただければと思います。今日6回目はですね、検察側の後半の進め方についてね、触れておきたいなというふうに思います。まあ第8回、後半まではね、非常に順調にというか、 検察側が予想していたような思い通りの進め方になっているのではないかなというふうに思います。というのは証人出廷、改めて、ね、申し上げておきますが今の証人出廷の話等をです、ね、新聞の記事とかインターネットのニュース等で皆さんもご承知していると思うんですがそれだけを見ると、ね、何かやはり検察側の言い分が正しい検察側が、ね、どんどん証拠を出してきている。 ような感じに思えるんです、ね、まあここに言う状況証拠なんですけど状況証拠と証人を合わせた手法を取っているなだから上手にカードを切っていってるなまあ持ち分のカードって決まってるわけですね手持ちそれをどういう順番で切るかによってこう見ている方々裁判員の方ちょっと言葉は悪いですけども素人 の裁判員が6名いるわけですその6名の人たちにどういう印象を、まあ、与えるかっていうのがね非常に大事になってくるんじゃないかなと思います私も以前裁判員裁判をすべて行ったことがありますが裁判員裁判っていうのは始まると早いんですね今回も9月12日から始まって判決が12月12日ですということは 実際3か月で一審の判決が出てしまうんですが、論告休刑が11月の十何日ですから、実際2か月ぐらいで裁判、集中して行われるのは。ですから、非常にね、疲れます、言って聞いてるだけでもね、疲れます。 そこに裁判員の方っていうのは普段そういった仕事をしている方じゃないんですよ。後半が開か,れ開かれてる時はもちろん集中してそれを聞いてなきゃいけないですけども裁判が始まる前、裁判が終わった後、いろんな話し合いが行われるというふうに聞いております。結構長い時間。しかもこう今回は状況証拠だけ、本人も取り調べでは完全黙秘している。後半では罪状認否最初はやってませんと。もう完全否定。 否認しているわけですねそんな中非常に重い判決を下ろさなきゃいけないかもわからないというのは検察側は有罪を求刑してくるわけですねしかもある程度重い罪になると思いますその中決めなきゃいけないわけですから非常にね精神的にもきついわけですねですから一気にいろんなことを言われてもなかなかね頭で整理ができないなんか今回非常にうまいなと思ったのはこれです小出し 戦略。ですから一般の裁判員の方にも非常にわかりやすい作戦を使っているなっていったような感じが私としては見ていて取れました。 まず、売人と接触、これ、前回、昨日ですね、私、話をしました、売人と接触している田辺市でということですね、まあ、その接触した中にも、なぜこの女性と分かったんだとか、身長だとか、あと量、金額、うん、ちょっとおかしいんじゃないかとかって、いろいろ疑問はあるんですけども、それはまあ、置いといて、売人と接触したのがいつかということですね、売人と接触したというのは2018年4月7日です。 4月7日、これは後半でも明らかになっています、売人である証人も4月7日だということでね、認めています。これは位置情報等でもね 4月7日というふうふに分かってるんですねでここでキーワード検索、以前やりましたよね、これ、警察官が承認出廷に出てきて、ですねこういう検索をしていたのが分かったという話をしています、まあ、いろいろありましたよ、過剰摂取、丸角ね、これは正確には覚醒剤と書いてあるんですけど、丸角過剰摂取、丸角死亡っていうふうに検索したのが、2018年4月7日に検索してるんです。 ですからこれはその前の裁判でサイバー犯罪対策課の捜査員が出廷してですねこういう検索をしていましたよっていうね、一部削除しているのもあったけど残っているので2018年4月7日に過剰摂取、丸かく死亡っていうのを検索している、時間的にはこの検索が先なんですね、その後に接触している、もう一つ、ATM 使ってるんですね、田辺市内で。これは売人と接触した 場所と非常に近いコンビニの ATM でお金を下ろしてるんですこれも2018年4月7日に下ろしてます金額は10万円です昨日やったと思いますが10万から12万ぐらいでという話をしてましたまあですからいくらかは本人が持っていたかも分かりませんけども10万円を下ろしているこの10万円がそのものを買ったお金じゃないかっていう誰もそうだとは言ってませんよですけどそうじゃないかという まあ状況証拠ってこととですよねあと健康アプリこれもね、えー、早い段階で出てましたね逮捕後は完全黙秘ですからこれは私が思うには任意での聴取まあ事件後任意で何度も何度も呼ばれてます聴取もかなり作成しているはずですそんな中2階には上がってないって当時言ってたんでしょうそれが健康アプリによって2階に8階上がってるということが分かったと。 いうことですね、本人任意の時に上がってないって言ってたの実際、8回上がってる、普段上がらない、これは家政婦さんも言ってました、普段なんか2回あんまり上がらないんですよと、じゃあ、なんで2回に上がってたのと考えれば、やっぱり様子見に行ってたんじゃないかな、これも状況証拠ですよね、え今度は鑑識、まあ、等の捜査員が、承認して出てます、2階の部屋、歯ブラシ、あとはコップからね、微量の丸角の反応が出てる。 というね話をしてますじゃあやっぱり2階でそういったことがあったんだろうっていうねもうこれをねほんと小出しに小出しにこう出てるわけですねえっと2018年事件はちょっとこれは付け足すんですが2019年の7月かな7月に須藤早紀被告のね自宅 これ、田辺じゃないですよ。都内のね。 自宅を家宅捜索してるんですが、まあ、家宅捜索、何度も何度もやってます、2018年の時に新宿の家宅捜索、新宿のマンション当時住んでいた、事件当時住んでいた、まあ、田辺市も住んでいたんですが、新宿にもマンションを借りてたんですね、私も行きましたけども、その翌日には、六本木の家政婦さんのマンションも家宅捜索をしています、まあ、その後家政婦さんとは連絡取り合って、その家宅捜索があったマンションの中で、えー、インタビューをしてま とかね受けてますそういったのもねあったんですがその1年後ですよ1年2ヶ月後正確に言うと1年2ヶ月後に須藤早紀被告が当時住んでいた自宅の家宅捜索をしたところ本人のサングラス本人のジャケット本人のハイヒール からね、覚醒剤反応が出たということが裁判で明らかになってました。ちょっと状況をね、考えてみてほしいんですが、サングラス。どうやったらここにつくんですかね。自分で触ったのでこう触ったんですかね。ジャケットにもついている。あと、ハイヒュールにも。これ、ライブ等でもね、私の視聴者の方からもあったんですが、私が須藤早紀しましょう。須藤早紀被告に、その粉を、ブワーンとこうぶん投げたんじゃないですかね。 でないとなかなかジャケットとか、まあジャケットもどこについてたかですよ。例えば背中かもわかりません。背中からでも当然、こうね、サングラスにもつきますから、ハイヒュールにもね、えー、つく可能性があります。通常の生活で、まあ丸角やってたたやってたとしてもですよ。まあ本人は尿検査とか、 毛検査とかで出てませんからまあ使用してたってことはないと思いますがしかも事件の1年後ですからねこれね私も眼鏡たまに洗いますけど洗ってきれいにしますけど残ってないような気はするんですがどうなんですかねですから事件後にも同じようなことをやろうとしたのかなんかお薬を触ってたのかなただこれね2018年4月7日じゃないですか手に入れたのはこれから1ヶ月以上は 当然使ってないわけです、ね、まあそこで本人がその間何をしていたのかっていうことですよね、えー、カプセルかなんかに詰める作業をしたりとかしてたのかどうか分かりませんけども、まあ、そういったのをやるにしてもね一緒に家政婦さん長い時間一緒にいるので、えー、全く知らなかったのかどうなのかまたそういった知識をどこで。 えもし本人だとしたらですよどこで得たのかなとかですねあの私と元警視庁捜査一課の佐藤誠警部補とね対談インタビューした時にですねやはり199をするのにこの丸角を使おうっていう発想が。 当時21、22の女が浮かぶもんかなと、しかも本人がそういう常習性があったりとか、そういった薬に手を出していれば別だけど、全くそういったものがないにもかかわらず、そういった発想って浮かぶのかなと。これ、購入するだけでリスクがありますよね、しかも、非常に多い量、100回分、200回分の量を購入しようと。 っていうようよなこととを考えると事件としては単独犯かも分かりませんけどもまあ、指南役というかねこの事情を知ってたものが他にいても全く不思議じゃない逆にいない方が不自然じゃないのかなというふうに思ったりもしています今現在の裁判の状況を見ると、えー、まだ8回ですからまだ半分も終わってないですかねこの検察側の進め方カードの切り方 非常に上手ななのかなとちょっと言葉は悪いですけども裁判員の方等に対して印象操作的な、ね、ものをこう植え付けているというか与えているというか。 まあそもそもが今現在の証人というのは全て検察側が申請した証人ですから検察側に有利な発言しかしませんその中でも非常にこう,うまく少し少し出して裁判員の方が頭がこんがらがらないように分かりやすい 証人の出し方状況証拠と証人を合わせた状況証拠検察がいっぱい出してますその状況証拠を抑えるためにこの状況証拠は正しいんですよ正確なんですよっていうために証人を出して証人の口からそういったのを聞いていくまあわざわざ検察官はこれも4月7日これも4月7日これも4月7日4月7日にこういったも違法なものを購入してその日にこういう検索ワードをしていてその日にお金を してるんですよっていうふうに具体的には言ってませんけども、その状況等を聞いて、ちょっとメモしてれば、ええー、これも全部ぴったりじゃんみたいな話になってくるんですね、そのあたりはあ検察側が非常に今今の状況では、非常にいいカードの切り方をしてるんじゃないかな、上手に進めてるんじゃないかなという印象を私は受けまました本日は以上になりますありすあがとうございました。 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします